皆さんどうも、マキューです。さあ、イベント予告が来ましたね。10周年を祝うオールスターフェスティバル開催ってことで、最高のパフォーマーは誰だってことで、新キャラね、ここにいるだけで7体いるので、このキャラたちでおそらくね、パフォーマンスをね、競っていくのかなと思いますね。それではね、1体ずつ簡単にね、触れていこうかと思います。まずは次イベのね、アイコンにもなっていて、主役確定であるシカですね。このキャラはね、昨日の運営さんのツイートで、国のねオーラ的にウルトラ Z が確定しまして、いや早くも2体目来たかって感じですね。クロセイマに続いてぶっ壊れ性能になるのか、いきなり微妙になるのかね、結構注目ではありますね。で続いて2体目はヤシャイマですね。個人的にはね一番強くなってほしいし、欲しいキャラですね。やっぱかっこいいんですよねこのキャラね。一回技演出流しますね。ほらこんな感じでね、技演出もいいしキャラデザインもいいよってことで、次イベね強くなってね来てほしいですね。でランクの予想としてはね取り勢になるかなと。やっぱかっこいいしね、期待度あると思うから取り勢になってくれるんじゃないかと。で次が3体目ですね、エルゼメキアかな。このキャラもね可愛くて人気だよね結構ね。これかな。でランクとしてはね、おそらくね取り勢もありえるかなと思ったんだけど、今回のねイベントは初日はねアサシエンマしか取り勢がいなかったので、まあ次イベもおそらくヤシャインマしかね取り勢はいないんじゃないかと、最初はね。なのでエルゼメキアはねダブ勢になるんじゃないかと。さすがにデッドランクまでね下がるっていうのはないと思うんで、ダブ勢になるかなと思います。まあ結構可愛いしね人気だと思うんで、みんなね欲しいだろうね。で次が4体目でツクヨミかな。このキャラもね結構ねいろんな形態というかねバージョンが登場してまして、みんなね結構強いんだよね。なのでまたね次目もね強いツクヨミが登場するんじゃないかと。でランクの予想としてはねダブ勢になるかなと思いますね。で次もねヤシャエンマみたいにかっこよくてね結構人気なキャラかな。これだね、カイラだね。このキャラもねもう数えきれないほどいろんなねバージョンが登場して結構ね強いキャラではあるので、まあダブ勢になるんじゃないかと思いますね。であと2体はこの予告が来て判明したキャラなんですけど、四天童子とブチニャンかな。この2人はね多分運営さんのツイートにも紹介されてなかったんで、正直そこまでねランクとかは多分あんま期待しない方がいいかなと思ってて、どこだ四天童子、まずこれか。おそらくね SSS のままか Z ランクになるぐらいかなと思いますね。でもう一体がブチニャンかな。ブチニャンっていつのキャラだって感じだよね。映画で知ってるけどさ、最近のキャラではないよね絶対ね。これかな。まあ、これもねおそらく SSS かな、ワンチャン Z なるかぐらいだと思いますね。まあ、こんな感じかな。簡単に新キャラ7体触れていきましたけどね、途中でも言ったんだけど、ヤシャエンマがね次イベ個人的にはかっこよくて欲しいかなと思いますね。まあみんなもね次イベどのキャラいいわとか欲しいわっていうコメントね、よかったらしてくれたらいいかなと思います。はい、ということでね、まあ次イベのね簡単な、まとめって感じの動画になります。この動画ね良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。